LGBTQ など様々な性的指向や性自認の人たちの人権を守ろうと訴えるパレードが昨日都内で開かれました。多くの企業が参加し、多様性を認める意識が高まっています。いろんな方々がいて、人権をきちっと日本国として守って差し上げる、そういうものを私たち企業として応援していきたいな。新浪社長はまた、企業としてのイノベーション、革新の土台は多様性を認める文化にあると述べました。今回、去年のおよそ2倍の220の企業などが出展していることについては、多くの企業が多様な文化を受け入れる重要性を強く意識していると評価しました。政府が進めるいわゆる LGBT 法案については、審議を早く進めてほしいと期待を寄せました。パレードには LGBTQ などの当事者らおよそ1万人が参加したということです。